るっていう感じがすごいするんですよ、ジュビロは。チーム愛みたいなのをすごい感じるっていうか、みんながチームを良くしようと考えてる集団って感じがすごいするんですよ。だからなんかあんまりチームのマイナスになることってもちろんしたくないですけど、よりしたくなくて、出番が来るときにそれまでにいい準備してこのチームのために頑張ろうって、まあ、その激しくいくとか、そういうところは僕のやっぱり持ち味というか、そこで負けてたらもうダメだっていうような気持ちでやってるので、そういう戦う気持ちだとか、そういう強気な姿勢っていうものがないとマイナスの方に行ってしまうこととかっていうのがやっぱあったので、そういうものを強く持ってるとなんか意外と積極的にプレーできたりとか、意外と強気でプレーできたりっていうのがあるんだなとか思いながらやってます。もうこれはもう本当にとにかく努力することだなと思ってます。まあ、これぐらいやったんだから、もうこれでダメだったらしょうがないっていうぐらいやらないとダメな性格なんで、幼い頃からずっとサッカーが好きで、もうその時からやっぱりいつかこういうようなチームでプレーできたらいいなっていうのを思っていましたし、エスパルスのスクールに通ってたんですけども、ジュビロのユニフォームを欲しいって言ってたぐらいだったので、ただの水色のスポーツウェアみたいなのがサンタさんがくれてこれじゃないって大泣きしたのことがありました。僕はドリブラーだからとかパサーだからっていう感じではないんで、やっぱりその一つ一つのプレーにやっぱり魂込めて強気なプレーしていくので、まあなんか52で言ったらおかしいですけども、なんか与えられるような、なんか見ている人を感動させられるような、そういうプレーはしていきたいなと思います。